ラリー日本の皆様からが台湾でラリー日本台湾を開催されること心より歓迎申し上げます。ラリー日本台湾は60台のクラシックカーが11月28日から4日間かけて台湾の文化遺産や歴史的建造物をめくりながら台湾を一周するもので、台湾のクラシックカーファンとの交流を深めるほか、走行武道場の各地ではさまざまな交流イベントが予定されており、このような形で台湾と日本の文化交流を深めていくことは大変意義のあることです。台湾各地にはさまざまな素晴らしい自然風景や文化遺産があります。そして日本人と同様、もしくはそれ以上におもてなしの精神にあふれる台湾の人々との触れ合いも台湾の旅の楽しみです。台湾を一周することで台湾の魅力を存分に満喫していただけるものと信じております。今年は10月末の時点ですでに台日双方の往来者数が300万人の大台を突破することができました。今後さらにお高いに2016年までに双方の往来者数400万人到達を目指して参りたいと思います。現在台湾と日本の間には自動車運転免許総合承認制度がございます。これにより台湾のレンタカーで旅することも簡単になり、旅の選択肢がより一層広がりました。今回のラリー日本人台湾のイベントを通して、日本の皆様に改めて台湾の魅力を知っていただき、より多くの人に台湾を訪れていただけることを期待しています。台湾という隣国にお邪魔することになりました。この台湾にお邪魔することになったきっかけというのは、今橋本さんからもご説明いただいたように、3.11 の、際の義援金のお礼ですね。で、開催まで非常に楽しみにしております。とにかくこれをきっかけに両国 のより良い関係、もうとにかくもう風通しを良くして関係を深くしていきたいというふうに民間の我々が思っております。台湾観光親善大使を、来年の1月でも3年、務めさせていただいております小林幸子です。今日はお集まりいただいてありがとうございます。今回の本当に心と心の架け橋、素晴らしい企画、スタートいたします。もちろん大成功になる間違いないと思います。心からお祈り、大成功をお祈りしたいと思っております。スマイルで皆様お願いいたします。はい、スマイルが一番ですね。こちらよろしいですか。はい、お願いします。いきます。踏めないですね。踏めました。うわー。
真ん中お願いします。ありがとうございます。